皆さん、こんにちは。今日は山川穂高さんのことについて紹介します。まずは山川穂高さんの経歴とプロフィールから紹介します。山川穂高さんは沖縄県那覇市出身のプロ野球選手。右投右打、埼玉西武ライオンズ所属、那覇市立城北小学校の時に野球を始め、首里マリナーズに所属。那覇市立城北中学校時代は、大谷昭彦が名誉監督を務める公式のチームソーラ沖縄、塁手として全国大会出場経験がある、当時の監督であった大久保克也からは、お前はホームランバッターになれるから、絶対に小さい打撃をするな、と指導を受けていた。同チームの1学年下に大城匠がいた。なお、中学校ではバレーボール部に所属していた。沖縄県立中部商業高等学校では、主に一塁手、外野手として出場し、2年生秋から4番打者を務めた。3年夏は沖縄大会決勝に進出。この試合では2安打を打つ活躍を見せたが、チームは2年生エースの島袋陽介を擁する興南高校に2対4で敗れた。甲子園出場経験はなく、高校通算27本塁打。2学年下には富士大学、埼玉西武ライオンズでもチームメイトとなる田畑慎三郎がいた。2013年10月24日に行われたプロ野球ドラフト会議で埼玉西武ライオンズに2位で指名され、契約金7000万円、年俸1200万円で仮契約を結んだ。同大学からは4人目のプロ入りで、野手では初となった。背番号は33。東京地検が知人女性への強制性交の疑いで書類送検された西武山川穂高内野手を嫌疑不十分で不起訴処分としたことを受け、日本プロ野球選手会は30日、西武球団、メディア、ファンなどに対して客観的事実に基づく慎重な対応を求めた。森忠人事務局長名で発表された談話は以下の通り、本日、東海会員である山川穂高選手について、東京地方検察庁より不起訴処分が出されました。不貞行為について特にご家族との関係で、反省すべき点はあるものの、本件選手から相手方への和解金などの支払いはなく、相手方から警察に申告された事実関係について、相手方の言い分を認定する証拠は認められないとの判断がなされています。東海は、これまで東海会員、そして将来の東海会員のためにも、このような騒動が発生した場合、何が客観的事実であり、何が選手本人に記載されるべきなのか、慎重に検討の上、対応してきました。本件につきましては、これまで客観的事実に基づかないメディア報道、ソーシャルメディア投稿が続き、それに伴い本件選手に対する事実無根の誹謗中傷、本件選手が所属する埼玉西武ライオンズ球団や、さらには親会社である西武グループにさえも、客観的根拠のないクレームが寄せられています。これまでの騒動は、もっぱらこれらの客観的事実に基づかない、一方的な言動によるものもあり、本件選手に騒動の責任のすべてが、課されるものではありません。メディア、ファンの皆様、埼玉西武ライオンズ球団におかれましては、今後、本件選手に対して東京地方検察庁より、不起訴処分が出されたことを前提に、客観的事実に基づく慎重なご対応をいただくことを求めたく存じます。選手寿命が限られているプロ野球選手にとっては、一日一日が極めて貴重なものです。本件選手が再びグラウンドでプレーできるよう、静かに見守りいただきますようお願いいたします。球団は事実関係を確認中で、親会社の西武ホールディングスと連携を取りながら、慎重に山川への処分を決定していく。山川穂高選手の奥さんは舞子さんという方です。2017年8月9日に婚姻届を提出し、晴れて夫婦となられました。8月9日にした理由は、ちょうど山川穂高選手と奥さんの舞子さんが交際を始めてちょうど7年目であり、その日が野球の日という記念すべき日ということで、9日に婚姻届を提出したそうです。山川穂高選手と奥さん、舞子さんの慣れ始めは富士大学での出会いが始まりです。お二人は山川選手が大学1年生時の8月9日から交際がスタート。8月9日は野球の日と呼ばれており、運命的な日にお付き合いを開始されたのですね。山川選手の出身は沖縄、舞子さんは群馬県出身なので、お互いに富士大学の寮に入っていたと考えられます。また野球部とソフトボールの練習場が近いこともあり、
練習終わりで会話したり交流があったのかもしれませんね。大学を卒業後、山川穂高選手は埼玉西武ライオンズに入団し、2人は2017年6月から都内で同居を開始。その後7年間の交際を経て、2017年8月9日の野球の日に婚姻届を提出しました。奥さんを小池栄子にと話している山川穂高選手、奥さんの一番好きな手料理はステーキだそうですよ。山川穂高選手と舞子さんの結婚式はハワイオアフ島のプリンスワイキキ内のラニレアチャペルで行われました。ラニレアチャペルはプリンスワイキキのアラモアナタワー最上階地上107メートルに位置し、ハワイで唯一天空からの絶景を望むことができるそうです。挙式の後にはピアノが得意だという山川選手が白いグランドピアノで数曲サプライズで演奏し、親族が見守る中華やかな挙式が行われました。奥さんに演奏しているところを見られるのが恥ずかしいのか、演奏するのが楽しいのか分かりませんが、とてもいい笑顔ですね。ちなみにピアノは小学校6年生に友人の真似をして独学で覚えたそうですよ。山川穂高選手の奥さんが元ソフトボールの選手ということで、一緒にキャッチボールしている動画インスタに上がっていました。シーズン前で山川選手も軽く投げているとはいえ、プロの投げるボールですから相当球は速いはずですが、難なく山川選手のボールを取っています。現在山川穂高選手と奥さん舞子さんの間には一人の子供、娘小学校終わりコロン真央ちゃんがいます。2019年5月15日に群馬県内の病院で生まれました。奥さんの実家で出産されたようですね。インスタには娘の真央ちゃんと戯れる姿が載っていました。真央ちゃんも笑顔でとても楽しそうですね。山川穂高選手の子供が好きな気持ちが伝わってきます。2023年度の山川穂高選手の年俸は2億7000万円です。球団からは4年契約の提示を受けましたが、本当に悩みましたが、実は僕今年ダメならやめようかくらいの気持ちでした。一昨年、昨年とダメで今年もダメなら無理かなと、それくらい自分にプレッシャーをかけた。せっかく10年目の節目を迎えるので、来年は野球人生を全てかけて臨むならば絶対単年の方がいい、より目の色を変えてやりますと語っており、キャリアハイの成績を残すために単年契約を選択したそうです。2022年は3年ぶりの HRO と初の打点王を獲得し、複数年契約を結んでもいいと思いますが、自らのプレッシャーをかけてシーズンに臨む姿勢はかっこいいですよね。出身地である沖縄の首里城で火災が発生した時の山川穂高さんのコメントがあります。首里城火災の話を聞いた時は言葉が出なかったです。僕は首里城の周りで遊んで育ってきました。学校の授業で首里城の中の建物を見に行った経験もあるので、昔のことを思い出し、秋季キャンプ中ではありましたが、ショックで力が入らないような状態になってしまいました。しかし、翌日、何か力になりたいと考え、寄付をしたい、と関係者に連絡しました。2020年の1月10日に山川穂高さんは那覇市役所を訪問し、首里城火災に対する支援金を贈呈しております。なんと自己資金から500万円とファンからの寄付金60万5176円の合計560万5176円を贈呈したそうです。自分の地元だからといってなかなかできることではありませんよね。山川穂高の家族構成は母親と2人の母子家庭だったそうです。父親とのエピソードなどを語られていないため、山川穂高さんが物心ついた時には離婚されていたのかもしれません。山川穂高さんのお母様は子供の自立心を育てる教育方針の方のようで、余計な手助けや余計なことを言わなかったそうです。エピソードの一つとして幼稚園での出来事があります。穂高のお母さんは幼い彼が一生懸命に靴を履こうとしている間、何も言わずにただじっと見ていました。せかしたり怒ったりすることもしない。雨が降っている日でも傘を差しながら穂高が自分でできるまでずっと待っていました。普通は待ってられずに手を出してしまいそうですが、お母様は見守ってくれていました。そんなお母様ですが、山川穂高さんに勧めたことが一つあります。それは習字だそうで、なんと最後には八段を取得しており、サインなどに書かれている字は達筆です。山川穂高さんが野球をやめたいと言った際も、お母様は息子の気持ちを尊重しました。別にいいよ
あまりにも穏やかな口調に山川の方が思わず拍子抜けした。そして母はこう続けた。でもせっかくだから次の大会で負けるまではやってみたら。そして次の試合で初めてのホームランを打ったそうです。この時のホームランがなければやめていたと本人が言っており、この時はお母様も声を上げて泣いていたそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。